どうも、ハンサムクロチです。今日はですね、無印良品の美味しそうなやつを買ってきました。銀座店にちょっと行ってきまして、すっごいでっかい無印ショップですね。そこで、まあ、普段近くのお店では買えなかった商品を3つ買ってきました。味噌仕立てのチーズケーキ、宇治抹茶ケーキ、ほいでこちら冷凍厚切り食パンのフレンチトースト食べたいと思います。すごく美味しそうですね。ということで、まずはフレンチトーストからいただきます。こちらです。じゃーん、分厚い。これはね、レンジでチンして解凍してからオーブンで2分焼くみたいな感じ。オーブントースターでもいけます。で、何がいいってね、余熱が必要ないのが良かったですね。はい、オーブンない方はフライパンでこう両面焼くみたいな、調理の仕方でもいけるみたいです。おお、この音聞こえないんだろうな。結構サクサクしてます。すごい、ホラーホラーって何がホラーなのか分かんないけど、すっげーいい香ばしさがフォークから伝わってきますね。サクサクサクとした刺し応えでも、中はねふんわりしてます。卵と香ばしい香り、いただきます。うん、うまっ。香ばしさがすごい。耳がね、ほんとカリカリサクサクっとしてて、で、中のパンの部分はプルプルですね、卵で。食感のコントラストが素晴らしい。断面に、中までしっかりこう、卵というか卵液が染みてるのがわかりますね。黄色い。で、甘さは結構控えめ。それよりもバターとか卵とか、このパン自体の美味しさをこう、しっかり感じられる味わいですね。僕結構甘ったるいと、フレンチトーストはあまり好きじゃなかったんですけど、これなら全然バクバク食べれます。すっごい僕お気に入り。これしっとりめのフレンチトーストを期待してると、あれパンっぽいなってちょっと思っちゃうところはあるかもしれないですけど、まあ、そこはまあ好みの問題っていう感じですかね。なんか結構評判いいの意味わかりました。なんかこうもうちょっとこう変化球で香りが、もう少しいろんな香りが立ってたりしたらさらに美味しいかなと思いますね。でもすごい美味しい。ハチハンサム、なんかもし甘さがちょっと足りないなとか思う方は、メープルシロップをこう垂らしたりとかね、蜂蜜でこう足してみたり、ホイップクリーム足したりとかして、あ、バニラアイスなんか最高じゃないですか。いやいや待てよ、これにバニラアイス乗っけて、その上にこう蜂蜜とかね、チョコレートソースとか、あー美味しそう。はい、次、はい、こちらです。じゃあ味噌仕立てのチーズケーキいきますよ。ほのかにチーズの香り。ふわふわですね。ほんとだ、味噌になってる。いただきます。ポロサク、表面がふわふわの生地で包まれてて、そのふわふわの食感とレアチーズケーキの滑らかな食感、結構さっぱりめ。ベーグルチーズケーキも滑らかで、しっかりチーズの香りと味わいがして、で、下に敷かれたクッキー生地のサクサクした食感もあって、全体的にでも濃厚め。大きさもしっかりあるし、食べ応えは抜群。コーヒーとめちゃくちゃ合いそうだなと思いました。強いて言うなら、チーズだけ味わいたいならもっととチーズ欲しいし、変化球で香りとかフルーツの酸味だったりとか、いろいろバランスの取り方もあったんじゃないかなと思いますけどね。でもまあ美味しかったな。うん、これもハチハンサムにしよう。はい、次は宇治抹茶ケーキいきます。これはだいぶシンプルなケーキですね。スポンジの上に抹茶のケーキがドンと乗ってます。香りもしっかり抹茶、緑も美しい。じゃあすくってみます。お、綺麗に切れた。いただきます。うん、めっちゃ抹茶濃い。とにかく抹茶が濃厚。香りも良かったですし、苦味もしっかりあったのと、ケーキに占める全体のこう濃厚な抹茶の割合が多くて、すごく食べ応えがあるなと思いました。
甘さもそんなに強くないですし、スポンジのふわふわとしっとりした抹茶のケーキのね、相性もいいんじゃないかなと思います。苦味もしっかりあって美味しかったです。まあでもなんかこうすごいシンプルで、まあ、悪く言えば普通ロックハンサムです。はい、それも美味しかったです。特にフレンチトーストは人気みたいなので、通販でも多分買えます。品切れじゃない限りは頼んでみてはいかがでしょうか。はい、まあ、お店がある方はぜひお店ということで、以上ハンサムクロージでした。バイバーイ。